今空港にいるんですが、なんと飛行機が遅延してまだ出発時間が分かりませんということで、1人1500円分のクーポンとお菓子をもらいました。こんな感じです。はい、そしてこのように暇をつぶしています。なんと台湾に着きました。今の現在の時間2時過ぎです。とても疲れました。2時半だ。明日は8時に集合なのでとっても疲れています。すごいです。すごくゴージャスです。わー、すごいね。すごいね。うわ、すごい、すごいおしゃれ。すごいね。え、っていうかこんなとこにお風呂あったらどうやって入んの。お風呂シャワー丸見えやん。はい、おはようございます、TJ 君。どうでしょう、今日は、朝は。15分です。はい、もうご飯を食べに行きたいと思います。昨日は意識朦朧とした中、戻ってきて、そして今からようやくご飯に行く感じです。はい、誰もいない。すごい綺麗。すごい綺麗。すごいゴージャスです、このホテルは。なんでか知らないけど、すごく綺麗で華やかな感じです。すごいアロマハーブの香りがして、とてもなんか空気もいい感じです。おかゆだね、おかゆ。台湾のおかゆじゃない、これ。これちょっと食べてみたいね。なんと、蜂蜜があります。しかも蜂蜜、すごいこれ、蜂蜜。すごくない？すごい。すごいよね。とても疲れたんですが、今日はリハーサルが8時からあるということで、さっき朝ごはんを食べるかな。もう今出発しています。はい、こんな感じです。いいね、これね。見てこれ、うわすごい。お店がすごいなんか台湾っぽい。見て、セブンイレブンあるよ。はい、ということで今 Google のキッチンにいます。こんな感じです。じゃんじゃん。ワイドで撮ってる。ワイドで伸びてるわ。すごいすごいです。こんな感じのキッチンです。はい、すごい。シータも映っとる。上手にできるか分かりませんが、不安ですが頑張りたいと思います。はい、これがインドのリビングだそうです。インドのリビング、すごいね。インドのリビング、インドのダイニング、すごいね。インド、こんな感じです。はい、ちょっといろいろ街の中空気が悪いのでマスクをしていますが、今なんとスーパーに来ました。スーパーではなんか全てのものが台湾のものになってます。すごいね。うわー、ほんまや。おっとっとの偽物。おっとととなんと、おっとととの偽物は100円ぐらい。偽物だもんね、100円。すごいね、面白いね。他に何があるかな。地下鉄に乗ろうと思っています。そして今このエスカレーターを下っていました。はい、今からお昼ご飯を買いに行った食べに行きたいと思います。一種が80円ぐらい。80円現金しかダメなんだ。難しい。ほたらか。あ、すごい、切符と一緒にお釣りが出てきた。トークン、面白いね。こんなの、はい、プラスチックのおもちゃのコインみたいなのが出てきました。このように台湾の駅の中では飲み物、食べ物がいけないみたいです。なんと罰金7500元。ということは結構厳しいね。喉が渇いたと思って間違って水でも飲んだらね。ピピピピね、ありました。次やろ、だとおりの、うん、はい、こんな感じの
りいいシーンが撮れませんでした。立ち上がったの。おしゃれです。こんなお店です。すごいね。おしゃれなお店です。精進料理風の、煮込みです。肉団子らしいです。なんかオフみたい。そしてウーロン茶、DJ 君が頼んだウーロン茶で煮込んだ角煮です。めちゃめちゃ美味しそうです。はい、そんなわけでいただきたいと思います。デザートセットはなんとこれセットで150元だよね。まあ、おおよそ400円ぐらいなんだけど、まずお菓子、自由に選んでいいお菓子が一つと、あとは、お茶、これは東方美人茶にしました。で、この羊羹みたいなのは、三度しの羊羹です。甘酸っぱいそうです。とっても美味しそうです。はい、街のあらゆるところでこのお供えをしてるのは一体何なんでしょうか。ちょっとわからないです。でもこういうのがいっぱいあります。はい、こんな感じで紙をなんか燃やしているのですが、一体この行為は何なんでしょうか。わかりません。でもよく見かけます。ダイソーです。すごい、ダイソーあるんだね。こんな感じでパイナップルケーキが売ってます。これを買いたいと思います。はい、そういうわけで夜になったら寒くなりました。今リハーサルが終わって、はい、TJ 君と一緒にご飯を食べに行こうと思ってます。はい、これが台湾の夜の商店街っていうのかな。まだね、5時半だったかな、ちょっと過ぎだからちょっと早いけど、明日は朝早いので早めにご飯を食べて早めに寝たいと思います。こんな感じです。わお。はい、なんと安室奈美恵が来たと書いてあります。中華民国102年っていつか分かりません。はい、行こう。なんと今料理が来ました。じゃじゃーん、こんな感じです。あ、美味しそう、すごい取れてる、美味しそうに。はい、夜ご飯を食べてお腹がいっぱいになったので、今散歩をしながら台北駅まで歩いてます。はい、駅の中、台北駅の中入ってきました。そしたらなんとじゃじゃーん、こんな素敵なツリーがあります。すごく綺麗です。キラキラ、ね、そしてこんな可愛いキティちゃんのものとかいろいろ売ってます。スワロフスキーとかいろいろあるね。すごいね、すごいデパートみたいになってる、駅の中が面白いです。夢とかないですかな。見てみようか、ちょっと時間があるから。はい、そういうわけで今日は本番の朝です。とても緊張していますが、DJ 君も一緒です。はい、そういうわけで今から朝ごはんを食べたいと思います。ね、ここのね、朝ごはん見て、こんな感じ。はい、そんな感じで、はい、料理はいろいろあります。もう煮物とかパンケーキとか、すごいね、揚げ物からもういろいろあります。こんな感じです。そして、はい、なんか何が食べたいかな、今日朝。これなんだろうね。これなんかうどんみたいな、春雨みたいなやつ。ね。あ、オムレツ焼いてるね。すごい。ほんといろいろある。ほんといろいろある。すごいでーす。あ、すごいね。これおかゆだね、昨日の。これ食べてみたいな、このワッフルみたいなやつ。この蜂蜜をつけて。ね、これ食べてみたいね。ちょっと面白いね。これなんだろうね。まあ、ご飯だ。ただの。ね、こっちが、あ、もうしかなかったね。これね、おそばに。あとはジュースに。ちょっと一通り取ろうかなって。あ、シャレだ。すごい。そしてケーキです。こんなにいっぱいあります。ケーキとパンがこんなにいっぱい。すごい。そして自分でシリアルね、いいよね。はい、
そして野菜がこんなにいっぱいあります。一通り見ながらね、ちょっと撮ってんな。はい、そしてハム、これで終了です。すごいね、ほんとすごい。あ、チーズもあった。これちょっと昨日気づかなかったね。チーズもこんなにいっぱいある。すごいね。じゃあ早速いただきたいと思います。あ、デザートのフルーツもね、こんな感じです。じゃー、はい、散々食べて思いましたが、台湾式お粥がすごく美味しかったです。じゃん、こんな感じで全部食べてしまいました。それぐらい美味しかったです。また明日も食べたいと思います。はい、今日もまたタクシーに乗って向かっています。はい、TJ くんです。こっち見てください。元気ですか。はい、そんなわけで、あの、すごく緊張しますが、もう仕方ありません。やるしかありません。はい、そんな感じで今日も朝とっても天気がいいです。街すごくね静か。今お粥屋さんぐらいしかやってないよね。いや、朝のお粥美味しかったです。はい、そんな感じで、あの、すごい綺麗に並んでるね、バイク見てる人すごい綺麗だな。もうなんかもうこれ働いてんのかな、この辺で家の人が止めてんのかな。ねえ、働いちゃいないね。どうしよう。はい、今到着しました。じゃじゃーん、こんな感じの場所でイベントがあります。じゃあ早速イベント会場に向かってみたいと思います。こっちって書いてあるわ。そんなわけで今仲良く2人で歩いてます。はい、手をつないでます。こんな感じです。はい、その行く先はなんと Google の Google の会場です。ちょっとワイドになっちゃいましたが、全体はこういう感じです。とってもいい天気です。今ちょうど9時です。はい、お米が炊け始めてます。今キッチンの様子はというと、こんな感じで、はい、カリフォルニアロールを作る準備が整いました。はい、そして今回作りたいと思っているのはベジマイトロール。なんと Google のオーストラリアの人がわざわざ買って持ってきてくれました。そしてお米が美味しいか分かんないので、家からすし酢だし入りを持ってきました。だしが入ってたら要は美味しいじゃないかと思いました。そして全体は、あ、なんかちょっと なんとなくね、いい感じにできて、ちょっとなんか鍋の後ろにおっさんがいるんだけど。今準備が終わったので、これからこの Google ハウスをツアーしたいと思います。がまずあります。そしてこちらがステーションです。こんな感じになってます。そしてこちら電車のようになっています。面白いです。これなんだろうね。あ、これ Google マップだ。これ Google マップ、これ Google マップになってます。はい、これがエントランスです。で、エントランスを越えると寝室、和の寝室になってます。はい、畳があります。そして和の寝室です。ベッドがあります。そしてこんな感じで、ね、壁にはディスプレイ、こっちなんだっけ、なんか忘れちゃった。これは、書斎だ。書斎っぽいね。で、こっちを抜けるとこっちがキッチンになってます。キッチンになってます。こんな感じです。もうこっちいっぱい取ったからね、後でいい。はい、で、こちらがこちらがインドのリビングです。はい、インドのリビングでっかいです。インドのリビングはこんなに大きいのでしょうか。大きいね、インドのリビングね。そして、はい、ジムです。家の中にジムがあるってすごいよね。こんな感じです。 Google ジムになってます。すごいね。こんな感じです。あ、
そうだそうだ、これね忘れてたね。いきなり空港になってんだよね。空港の、はい、こんな感じです。こんな風にゲートを通り抜けていきます。そうするといきなりバリに着きます。すごいねバリ、わーすごいねバリ。バリはプール付き、すごい綺麗。危ないね、はい、で、あ、そしてこちらはバリの、すごいね綺麗だね。これもバリなんだよねきっとね。面白い、うん、じゃあ行こうか。お、上は何になってんだろうね。で上がってみようか、うん、一緒か。この前上がったとこだね。あすごいね。こんな感じです。上から見ると、はい、キッチンはこんな感じです。すごいね。もうご飯できたかな。すごいね。インドのリビングに降りてきました。全体のツアーはどうでしたでしょうか。じゃあこれから本番がもうすぐで人がいっぱいになるんですが頑張りたいと思います。はい、というわけで今終わりました。すべてが終わります。とても緊張しましたが、マーティーが助けてくれました。マーティーです。映ってるかマーティーです。はい、そんな感じで助けてくれたのでなんとか間が持ちました。はい、キッチンは今こういう状況です。今片付けてくれてます。とてもみんな協力的です。めちゃめちゃ協力的です。なので、はいはい、もっと協力的な人はこの人です。はい、もう俺はいい、はい、そういうわけで俺はいいと言ってるので今からランチに行きたいと思って、今ランチに来ています。じゃじゃん、こんな感じです。今 Google のランチはこういう感じで皆さんいただいています。ランチビュッフェになっています。美味しそうです。はい、なんとお菓子があります。ここにはいろいろあります。これはあれじゃない、カスタードケーキ、有名なロッテの、これロッテ、ロッテだ、ロッテ台湾だ、すごくない。なにキッドって、キッドって何、クリームバター、クリームバター、ラッカーサンドイッチ、こんにゃく玄米ロールいっぱい入って何十元って言ってて、そう、ほんとなんだろうね、これもらっていこっか。なんだろう、こんにゃく玄米ロールって、これ気になってた。今5時半ですが、ようやく全てのインタビューが終わり、終わりました。すごい疲れました。同じことを何回も何回も話してすごく疲れましたけど、とてもなんかクリエイティブなことに関する理解が良かったので話して良かったなって思いました。はい、どういう気持ちで動画を作ってんのかとか、どんなことが楽しいのかってことを話せてよかったなと思いました。そういうことはあんまり動画を作ってる時に語らないので、はい、夕方になったらとっても寒いです台湾。はい、もう多分おそらく夜になったら10度ぐらいに気温が下がるんではないでしょうか。今だんだん寒くなってきているのでダウンコートがね手放せないね。はい、そんな感じです。リンタイフォンです。ここの小籠包をいただきたいと思います。ここのお店は外で満席なので先に注文してから中に入るそうです。とってもいっぱいです。満席でみんな外で待ってます。何番まで呼ばれてる、すごい。あ、じゃあ今は1092です。1人から2人、あと3番目ぐらいでしょうか。すごいお店、すごい綺麗ででかいです。外から見るとすごい小さそうに見えたんだけど、すごく大きくて綺麗です。はい、じゃあこんな感じで食べています。こんな感じです。すごい色がこれね、あんまり、うわー美味しそう。どう、暑い、暑い、うん、どうどうどうだ、暑い、激うま、あー激うまか、うん、美味しい。こんな感じでお土産ゲットしました。とっても可愛いピンクの小籠包、空
アップです。はい、今日も朝ごはんを食べに行きたいと思います。今日は食べたいものがもう決まってます。おかゆとワッフルを食べたいと思います。どう、はい、あ、もう3日目の朝ごはんでちょっと容量を得て好きなものを取りました。はい、じゃじゃん、ベリーをたっぷりかけたワッフルです。このベリーが超美味しいです。はい、そしてちょっとこれは今日朝初、ごぼうとチーズです。はい、そして今日の台湾式おかゆはエビがいっぱい入っています。そんなわけでとっても美味しかったものだけを取りました。現在朝8時45分すごい。まあ、写真館を終えてこのメイクで帰国することになりますが、中途半端にメイクを取ると顔が痒くなりそうで、顔も乾燥しそうなので300元もした、おおよそ1000円もした美容液を塗った上に化粧をしているので、このままキープしていきたいと思います。ということでですね、今店の人が教えてくれた、なんか現地の人が食べに来てるご飯レストランがあるということです、はいはい、このひげ張り肉飯です。はい、肉そぼろご飯だそうです。はい、台湾の牛丼みたいな感じです。そしてこちらなんかキクラゲのあったかいデザートスープです。これもちょっと気になる台湾のデザートなので食べてみたいと思います。じゃあどうでしょう、どうどう、ああいいですね、結構みんなねそういうの食べてるね。はい、そういうわけで楽しみです。はい、そんなわけで現金は今回2万円崩しましたが、両替しましたが、結局パイナップルケーキが意外と現金でしか買えずとか、あとはちょっと食べ物が現金でしか払えないところがあったので、そういうところで役立ちました。でも2万円も全部使い切れなかったね。はい、そういうわけで使い切れませんでした。はい、とても今日はシャンプーも行きたかったところですが、シャンプーまでは行きませんでした。でもまあ満喫しました。もう写真館予約してよかったと思いました。予約しなかったらいきなりぶっつけ本番で行っても、写真撮れません。そしてももさん韓国からわざわざ来てた、偶然な、今韓国にいるそうです。さっきまだ今台湾にいるのかと思ってたら韓国にいるそうです。でそれでたまたま来てて、撮りたかった写真のメイクをしてた人だということで、とてもラッキーでした。はい、そんなわけで見てください、ももさんにこんなかっこよく仕上げてもらった TJ 君、はい、とてもありがたかったです。以上レポートでした。はい、こんな感じでお迎えの番が来ます。空港に着きました。あっという間でした。そんなわけで今羽田に到着いたしました。はい、もうこの旅行の様子はまた後ほどブログで紹介したいと思います。